ジョバリアは、ジュラ紀、中期、1億6400万年前マイナス1億6100万年前に、現在のニジェール付近に生息していた、竜脚類恐竜の属である。活跡は1997年は秋、古生物学者、ポール・セレノ率いる4ヶ月間のサハラ砂漠の調査の中で、ニジェールのティュラレン類層のマス、マイナスデスサイトで発見された。 全体95%ほどの骨格が保存されており、竜脚類としては過去に発見されたものの中で最も完全に近い。1999年、俗名はトゥアレグ族の民話に登場する神秘的な生物、ジョバールに由来し、首相名は発見地近郊のティグイディの崖にちなむ。化石を含む堆積物はもともと白亜紀前期。 オーテリビアンからバレミアンのものと考えられ、ジョバリアは、およそ1億3500万年前に生息していたと、考えられた。しかし、堆積物の再検証からこれらは、ジューラキ中期バトニアンからオクスフォーディアン1 6,、1億6400万年前マイナス1億6100万年前のものの可能性が高いとされた。復元図ジョバリアは、原始的な流脚類であり、 体長は21.3メートル、体重22.4トンほどと推定される。ジョバリアのセボリアは、後の時代北米の竜脚類であるディプロドクスやアパトサウルスの持つ複雑な椎骨やムチのような尾に、比べて単純である。現世の像の上腕骨と大腿骨の外周の比率と比較した結果、セレノは、ジョバリアは、孔子だけで立ち上がることが可能だったかもしれないと結論している。 ジョバリアの体重の配分は、前肢よりも後子に支えられており、像が後足で立ち上がれるように、ジョバリアも、簡単に立ち上がれたかもしれない。ジョバリアの系統関係は、不確定で、マクロナリアの規定に位置するか、新竜脚類ではない新竜脚類か、新竜脚類の規定に位置するクレードであるかいずれかで、あるとされている。セレーノ、ポール、ディスカバリーズ、ジョバリアティギデンシス。 2012年10月8日時点のオリジナルより、アーカイブ。2012年9月25日閲覧。A.B. セレーノ・エトール、P. クラテイショス・ソーラパズ・フロム・ザ・サハラ・アンド・ザ・アン・イーブン・レート・オブ・スケルタル・エボリューション、アマング・ダイナソーズ。サイエンス286-1342-1347ラウジュット・アンド・ロペス・アーバーロ、カンジダ・シャンズ。 オンザエイジオブザ f オアレンフォーメーション、インプリケーションズフォーガンデワナンメセズックテレストリアルバータブロットフォーナズペイリオジオグロフィペイリオクライマタラジーペイリオコリジー 271, 259から267ヘンダーソンドナルド・エム、バーリー・ゲイツ、センターズ・オブ・マス、スタビリティアンド・ザ・トラク・ウェイズ・オブ・ソーラ・ポート・ダイナソーズ Journal of Bartablay Payly Anthology 26-907-921-DOI-10.1671-0272 から 463426-907-Bugcoms 2.0-CO2-CUT SOLAR PASRIA-UPCHARGE-P-VALET-PM&DOTSON-P-SAUROPODA-The GINOSAURIA-University of California Press. ありがとうございます。